ポンテベドラ・ケンモス出身の元自転車競技選手で、現在はサッカー選手。1998年1999年、国内選手権、シクロクロスのエリート部門で2位。2000年にポルトガルのポルタダ・ラベッサと契約を結び、本格的にロードレース選手への道を歩む。2002年、スイスのフォナックに移籍。 2003年、2004年、2005年、2006年、2006年のツール・ド・フランスでは、チームのエースアレハンドロ・バルベルデのアシストとしてスタート、したが、バルベルデが、第3ステージの打ち者で、鎖骨骨折により、早々リタイア。その後は、ウラジミール・カルペツが、チームのエースとなり、ペレイロは、そのアシストを務めていた。第11ステージで、マイオ・ジョーヌを主中にしたランディスに対し、 ペレイロは、山岳でのアシストを務めていたこともあり、第12ステージ終了時点では、ランディスに遅れること28分50秒差の総合46位であった。ところが、第13ステージ、20km 付近でペレイロは、この区間を制することになるイエンス・フォーイクトラ6名と、共に、集団から飛び出して、アタックに出た。ペレイロ自身はカルペツやチームのアシストたちを休ませる。 ためのジョーカー的役割として逃げただけだが、ランディスをはじめとする上位陣は牽制しすぎるあまり、29分57秒もの大差がついてしまい、ステージ優勝のホイクトと同タイムでゴールしたペレイロがランディスを逆転して、マジをーヌまで奪ってしまった。第14ステージより始まったアルプスコエステージでは、さらにランディスとの戦いが繰り広げられた。 第15ステージは、ラルプ・デュエズがゴールだったが、ランディスが、ペレイロを10秒差逆転して、再び総合主位を奪取。だが、第16ステージでは、ペレイロが、区間優勝のミカエル・ラスムス戦に1分54秒遅れの、区間3位でゴールしたのに対し、ランディスは、終盤でついていけなくなり、ラスムス戦に遅れること10分4秒差の区間23位と、大敗。マイオ・ジョーヌは再び、 ペレイロに手に渡り、逆にランディスは8分8秒差の総合11位に転落した。ところが、第17ステージにおいて、ランディスが残りまだ1 2 0トルもある地点にもかかわらず、単独アタックを観光。それに対し、ペレイロを含む総合上位陣は、このような長距離の逃げが成功した前例が少ないこともあり、 t モバイルが先行して逃げていたパトリック・シンケビッツをランディスの背後につかせたのみでなかなか追撃に出ようとしなかった。ランディスは最後の峠の上りでシンケビッツをも引き離してステージ優勝しペレイロはランディスに遅れること7分8秒差の区間7位でゴールしたが総合3位に浮上したランディスとのタイム差は一気に30秒差にまで縮まった。第19ステージは 個人タイムトライアル。区間3位でフィニッシュしたランディスに対し、ペレイロは区間4位だったが、ランディスに1分29秒の差をつけられ、総合主位はここで、ランディスに移動。残るステージは外線ムード漂う最終ステージのみであったことから、ランディスの総合優勝がここで事実上決定し、ペレイロは、ランディスに57秒差の総合2位でこの年をツールド、フランスを終えたはずだった。 ところが、2006年のツールドフランスは、これからさらに1年以上にわたる、戦いが繰り広げられることになる。全ステージ終了後に行われたドーピング検査において、ランディスの体内から多数の禁止薬物が発覚。これを受け、ランディスの総合優勝は保留とされ、その後校長会などの調査が続けられた。一方、ペレイロは、ランディスの一件が、 未だ解決しない中で行われた翌2007年のツールドフランスに出場、総合10位となった。しかし前年のツールの最終順位は、当年のツールが終えてもまだ確定していなかったが、ペレイロがブエルター・エスパーニャに参加中だった9月に、ようやく最終決着を見ることになる。1年以上にわたる調査の結果、2007年9月20日に、 アメリカ合衆国反ドーピング機関、英語版が後日ランディスの総合一位記録を取り消し、失格とする告知を出したことから、ペレイロの繰り上げ優勝は決定的となった。翌9月21日には、UCI が正式にランディスの失格とペレイロの優勝を認定したことで、ペレイロが2006年のツールとフランス総合優勝者となった。そして同年10月15日、 ツールド・フランスの総合ディレクターであるクリスティアン・プリドムより、マイオ・ジョーヌが授与された。ただしランディスは、後のインタビューで、ペレイロも当時ドーピングをしていたと述べている。2008年のツールド・フランスでは、第15ステージのアニュエル峠のスリッピーな下りで、ガードレールを乗り越えて、外貨のコースに転落、左肩骨折の重傷を負って途中リタイアとなってしまった。 2009年のツールとフランスでも開幕前から体調が優れず、結局第8ステージで2年連続の途中リタイアとなった。その後2009年限りでのケスデパーニュ対談が発表された。2010年、アルベルト・コンタ・トールを擁するアスタナ2遺跡、同年シーズン限りで引退した。ロードレース選手引退後、スペインのサッカーリーグであるセグンダ・ディビシオン B に所属する。 ポルショ FC に加入して、サッカー選手に転向。ただしプロ契約ではなく、アマチュア選手としての所属となる。ポジションは主に右ウィングで、2010から2011シーズンはトップチームでは2試合に出場したにとどまっているが、それでも2得点を挙げている。ありがとうございます。